チャンネル四日市始まるよ。皆さん、お元気ですか？市民リポーターの宮崎めぐみです。今回のチャンネル四日市は、未来につなげる教育の形、学校教育の充実を目指してをお送りします。広報四日市3月上旬号でも特集していますので、広報誌もチェックしてくださいね。それじゃあチャンネル四日市スタート。子どもたちが自分の夢や目標を実現するためには、学ぶことや学び続けることが必要です。しかし、少子高齢化、グローバル化、情報化、価値観の多様化など、社会が大きく変化する中で、将来を担う子どもたちが育むべき力も変わりつつあります。そのため、何のために学ぶのかという目的を持つことや、学ぶことと社会とのつながりを意識した学習を進めていくことが必要です。そこで、平成27年度に策定したのが四日市市教育大綱。教育大綱には、市の教育の基本的な理念が示されています。その1、社会人になっても通用する問題解決能力の養成。その2、豊かな人間性と健やかな体の育成。その3、夢や志の実現に向け、自ら学び続ける意欲、態度の寛容。その4、家庭、地域、学校、行政が連携共同した教育の実現。その後、都市の特徴を生かした四日市ならではの教育の推進。この5つの理念をもとに、どのような教育を行っていくかが決められているんです。さらに、この5つの理念を踏まえて、四日市市学校教育ビジョンを策定しました。そこで、四日市市が目指す子どもの姿は、輝く四日市の子ども。主体的に学ぶ意欲や協働的に学ぶ態度を身につけ、学校での学びを自分自身の人生の充実、幸せや将来の社会貢献につなげていくことを目指しています。では、具体的にどんな取り組みが進められているのか見てみましょう。まずは、都市の特徴を生かした四日市ならではの教育の推進です。四日市市では、すべての公立の小中学校が授業で学んだことをより深めるために、ソランポ四日市の見学を行っています。四日市の成り立ちやものづくり産業の歴史、公害対策のモデルとしての歩み、そして培われた環境技術などは、四日市市の大きな特徴ですよね。こういった四日市独自の歴史や文化を学ぶ施設を活用して、学習の充実を図っています。他にも、四日市市はアメリカ・ロングビーチ市と姉妹都市ですよね。その特徴を生かして行われているのがこちら、四日市市立の小中学校全校で行われている外国語活動、英語教育の充実です。これからますますグローバル化する社会の中では、自分の思いや考えなどを積極的に発信していくことが重要になってきます。
ネイティブの英語指導員と接することで、子どもたちは英語を話す環境に慣れ、英語力を高めることができます。この英語指導員は YEF 四日市イングリッシュフェローの人たち、姉妹都市であるロングビーチ市など、アメリカ各地から来ている英語指導員なんです。学力としての英語とコミュニケーションツールとしての英語、この2つの方向から英語力を強化して、基本的な英会話能力を身につけることを目指しています。代わってこちらは少年自然の家。四日市の豊かな自然を生かした社会教育施設です。自然と触れ合うとともに集団生活の意義を学び、達成感を味わうことのできる自然教室プログラムを実施しているんですよ。この自然教室は教育理念である豊かな人間性と健やかな体の育成にもつながっています。こうした地域資源を教育に生かすことによって、四日市に生まれ育ったことに愛着と誇りを持つことができますよね。時代の変化とともに学校教育のあり方も変わっていきます。その中で最たるものが ICT を活用した教育です。 ICT とは情報通信技術のこと。学校では電子黒板、書画カメラ、電子教科書などを使った授業が行われています。ただアナログからデジタルに置き換わっただけではありません。例えば ICT 機器を使うことで映像や音声を使うことができたり、自分でわからないところを調べたりすることができますよね。何よりも画期的なのは、繰り返し見たり大事なところを拡大したりできること。どうしてこんなことが起こったんだろうとか、どうしたらよかったんだろうなどの疑問を考えるときに、大切な部分を分かりやすく表示できるんですね。子どもたち自身で画面に書き込みもできるから、重要なポイントも整理しやすいんです。もちろんインターネット利用の危険性や情報モラルなどを学ぶ授業もありますよ。教育理念の社会人になっても通用する問題解決能力の養成につながっています。この理念のもう一つの取り組みが少人数教育の効果的な活用です。少人数教育は学習する人数を30人以下にすることで、一人一人に応じたきめ細やかな指導ができます。子どもたちがより分かりやすく授業が受けられ、先生は子どもたちの近くで授業を進めることができるんですね。さらに中学生スピーチコンテスト、ザ・弁論という取り組みもあります。中学生が自分と自分を取り巻く社会に目を向け、意見を取りまとめて発表することや、同世代のスピーチを聞くことで聞いている人にきちんと伝わるように表現する、コミュニケーション能力を身につけてもらおうと開催しています。続いて紹介するのはこちらの授業、四日市の税務署職員による租税教室です。税金の使い道や役割、税の仕組みなどについて身近な例を挙げながら分かりやすく授業を進めていきます。これは基本理念の家庭、地域、学校、行政が連携・協働した教育の実現にあたります。いろいろな市の取り組みを紹介しましたが、実は学校独自で取り組んでいる教育もあるんです。こちらは富須原中学校、どんな取り組みをしているのか少し見てみましょう。
ん？生徒たちの机の配置が違いますね。全員が黒板を向く机の配置と違って、先生を囲むようなコの字型になっています。この配置をすると、どこの座席の生徒もお互いの表情が見えるので、一緒に学んでいることを意識することができるんですって。こういった学校独自の取り組みは市内の他の小中学校でも行われています。そして学校独自の取り組みが評価され文部科学大臣表彰を受けている学校もあるんです。富須原中学校も文部科学大臣表彰を受けました。その取り組みが子どもの読書を推進する活動です。朝の会が始まる前に10分間読書を毎朝行っているんですよ。これは平成15年から続いているんですって。こんなところにプチ図書室がありますよ。何3年生のマイブックって書いてあります。富須原中学校では本屋さんに本を持ってきてもらって学校が購入する本を3年生の生徒一人一人が1冊ずつ選んでいるんです。そして読んだ後に生徒が書いた感想を紹介掲示しているんですよ。おすすめポイントがしっかり書かれています。こうやって紹介することで本を通じて生徒同士の交流も生まれますね。もちろん図書室も充実していますよ。こちらには図書館司書さんが作っているコーナーがありますね。この他にも富須原中学校では図書委員による読み聞かせ集会や司書さんと連携して学年に応じた本を紹介するブックトークも行っています。また私の勧める一冊と題して生徒たちが本の紹介、読んだ感想を話す交流もしているんですよ。そして昨年度は参加者同士で本を紹介し合い、最も読みたい本を決めるビブリオバトルが図書委員の活動として行われました。本を読むことで想像力や考える力が身につき、子どもの豊かな心を育みます。どこでも本に触れられる環境を作り、学校全体で子どもたちの読書活動を推進している。表彰を受けるのもうなずけます。時代の変化などで教育のあり方はどんどん変化していきます。四日市市が目指す輝く四日市の子どもに向け、これからも学校教育の充実をどんどん進めてほしいですね。そして子どもたちが四日市に誇りと愛着を持って、四日市で育ってよかったって思えるような四日市の教育であってほしいですね。トンネル四日市。